あなたの心のバチ当たり、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、今回はそのアニメ日暮らしの黒猫第12話の感想&考察、黒幕への伏線ということでございましてですね、今回もですね、旧作のですね、たたり殺し編と、そして皆殺し編を見た後にですね、この新作を見るというですね、木曜の夜は日暮らしに捧げる男でございますということでね、ちなみに私はですね、旧アニメを全話見た状態でですね、この感想と考察を語っております。はい、ということでね、今回の第12話の感想を一言でまとめるんだったら、全然新たな動きがねーというのがですね、率直な感想でございましょうか。まあ、いつもの GO のパターンだったらさすがにそろそろ動いてくるかなって思っていたんでございますけどもね、今回も基本的にはこの皆殺しをギュッとねまとめただけですやんという展開でございましてですね、今回は引っ張るねー、オチまでもったいぶるねーということでございましてですね、これはですね、まあ、次回強烈なものじゃないとですね、ちょいと荒れそうなね予感もするんでございましょうけどもね、どうなんでございましょうか。実は今回のね黒幕も高野でした、てってでーみたいなね、感じはもう済まないよっていう具合なんでございますけどもね、とまあですね、わーわー言うておりますけども、今回はですねポイントに絞って感想と考察、そしてですね、旧作のアニメ版またたらい殺し編とですね皆殺し編と比較しながら解説を語っていきたいと思います。ちなみにですねブログ版またはこの動画の概要欄でですね、漫画版や小説版などの試し読み、そしてですね、その他の日暮の考察動画をまとめております。気になる方はですねそちらもチェックしてみてください。さあまずはこのシーンについて言いたい、いや、どこが綺麗な鉄平説だよーという展開だったんでございますけどもね、地蔵を倒した上にですね、鳥居にションペン引っ掛けるってですね、綺麗どころじゃありませんやんっていう具合なんですけどもね、まあ、今回の社様のたたりはもう鉄平で確定っていうことでいいんでございましょうか。そういうとですね、いや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 、これはね、きっと冤罪に違いないとですね、擁護してる人がね、まだいたんでございますけども、絶対面白がってるだけですやんっていう具合でございましてですね、綺麗な鉄平説を推している人、綺麗な鉄平というね、フレーズがちょっと面白いから、言いたいだけですやんというね感じなんでございますけども、ね、ちょっとまあ気持ちはわかるんでございますけども、まあ、そもそもですねこの綺麗な鉄平説ってね最初に言い出した人誰なんだという具合なんでございますけどもね、なかなかセンスあるやんけと、まあそんな話は置いといてですね、この刑事たちの話に戻すと、まあ児童相談所に乗り込むこの仲間集めのシーンはですね、こうバッサリとカットされておりました。まあ旧作ではですね、エンジェルモートに行ってですね、まあ刑事の盾をロリコ止め的なね、演説によって、まあ甲子園球児のね、まあ亀田くんとかですね、オタコ仲間とね、こう引き入れるようなイベントがあったんでございますけども、まあそういったコメディーたちの部分はですね、もうバッサリカットされておりました。まあ令和の時代にそのノリはいらんという具合なんでございましょうか。まあ旧作の皆殺し編ではですね、1.5 話ぐらい使ってたエピソードですね、まあ、今回1話ぐらいにギューッとですねまとめてきた感じとなっております。さあここもカットされておりましたね。まあ、旧作では仲間集めの最中にこの大石の忠告イベントが入っていたんでございますけどもね、まあこの時にですねあんまりやりすぎると北条家を面白く思っていないその先から出てくるというね、まあ、忠告をもらいましてですね、まあ、それでも俺は里子を守るためなら戦いますよというね、もう圭一の一言によってですね、まあ、大石とのね信頼関係を築くというね、イベントがあったんでございますけどもね、まあ、前回のラストにこう強キャラが満々でですね大石が登場したというのがあったんでですねやるかなって思ったんですけども、ないんかいというねツッコミ入れたくぐらいですねバッサリ行かれちゃったわけでございます。その代わりにですね、まあ、この後に出てくるね、集会所でのね刑事たちの演説になぜかね王子も途中でふーっとして入ってくるというね、シーンが追加されたわけでございますけども、村人でもないのに入ってきて大丈夫なのかという具合だったんでございますけども、まあ、ここでですね一応ね、王子をこう仲間に引き入れるというねフラグは立ったということなんでございましょうか。さらにさらにですねこの仲間集めは王子だけでなくこの里子の再登校のシーンもカットされておりまして、旧作ではですね児童相談所から電話だけはしたということで、まあ、佐藤がこのようにねまた学校に行くね、イベントがあったんでございますけどもね、ここでのこのね佐藤のね、まあ、表情を見てもらえば分かるとおりは危険度がより分かるというわけでございまして、まあ、それによってですね部活メンバーが、まあ、一刻も早くですね佐藤を救い出さないといけないとね、さらに気持ちを高めてですね一体になるシーンだったんでございますけども、まあ、佐藤救出をメインに置くんだったらここのカットはですねしちゃいけないシーンでございましょう。まあ、そこをあえてカットしてくるということはですねなるべく佐藤を今回は見せたくないというちょっと制作側の、ね、思惑も感じるね、シーンでもございます。やっぱり里子なのか。さあいよいよ集会所にまたまた乗り込むぞーと、ね、なったんでございますけどね、なぜかテンションが低いリカちゃんということでここが気になってる人も、ね、結構いたわけではございますけどね、前回あんなやる気満々みたいなさいけるみたいな、ね、顔してましたやんという、ね、感じなんでございますけども、まあ、ここはですねやっぱりこの旧作の黒幕である、ね、高野にはまだ抵抗があるということなんでございましょうか。高野が来た時にはさこう目をスッとそらすという、ね、リカちゃんでございますし、このように高野からこう鉢巻きを受けた時も、ね、テンション、ね、低めでですねありがとうで、済ませるという
ありがとうですとかね言われるのかというようなですねリカちゃんでございました。一応ね旧作だとですねこの大人になったリカちゃんがですね子供の頃のこう高野を救うというね、イベントでこうラストは締めるんでございますけども、まあ、これはですねさらに成長した姿となっているんでまあね GO よりも後の話ということになるんでございましょうか。まあね、世界線が同じだったらということでね、また別の世界というパターンもあるかもしれませんけれども、そして児童相談所の最高賞もねもうサクサクパンダ、ショートカットでございましたということで、ただここ描かれておりませんけど旧作と違って所長も交渉の名で、ね、出てきたというのがね大きな違いでございました。まあ、言葉だけではございましたけども、まあ、旧作だとですね所長はこのまともにこのように話を聞く気がなくてですね、まあ、最後の最後にその先から圧力を受けてやっと出てくるという流れだったんでございますけどもね、まあ、ここで名前だけとはいえ所長が出てきたということはね、次回この辺のエピソードをねバッサリカットするのかもしれません。そして日にちを置いた旧作と違いましてですね、今回は児童相談所のすぐ後にですね村の集会場へ行くということでですね、この辺もサクサク進んでいくわけでございます。そこにですねこの圧力を受けた知恵先生がやってくるという流れは同じだったんでございますけどね、ただこのね知恵先生やミヨンのねこの事情が詳しくねより描かれましてですね、まあ2人がですねしょうがなくこう泣く泣く意見を翻そうとしてるんだというねドラマ性が上がっていたわけでございましてですね、より説得力が上がってきたわけでございます。けれどですね今回もね校長はこうドラマどころかね、やっぱり存在すらしないようでございます。そしてその後に気になったのはここでございまして、包丁器を恨んでいる人はいないけども誰かが恨んでいるかもしれないと思って圧力をかけるといったね、それに対してシオンがですね私はその意もしない誰かをですねお社様のたたりと呼んでますと言ったんでございますけども、まあ、内容はちょっと違うんでございますけども、まあ、旧作だとねここでリカちゃんがねお社様はそんなことは思ってないのですみたいなねこうかばう発言をするんですけども、まあ、それがなくなったのはまあ羽生がいないせいなのか、それともですねリカちゃんはもしかしたらですね今回の黒幕も誰かなんとなく分かっているからねここで黙ったのかもしれないともね、思ったわけでございます。さあまだまだこのシーンでですねもう一つ気になったことがあるんでございますけども、それはですねこのミヨンがレナのことをですねレイナとね呼んだことでございまして、まあ、旧作版ならご存知の通りですね、まあ、レナの本名はレイナでございます。昔の自分と変わるためにですね、まあ、ひなみさわに引っ越してきた時に、まあ、レイナじゃなくてレナとね名乗るようになったわけなんでございますけども、まあね、旧作からずっとレナと呼び続けてるんで、まあ、声優のミスっていうのは考えづらいんでございますけどね、まあね 100% ミスがないわけではないね、ミスっていう線もあるかもしれませんけども、これがですね仮に伏線だとするんだったらですね、まあ、黒幕の思惑はですねもしかしたらこう核も含めた壮大なものかもしれません。さあそして男圭一が見せるシーンでございますね、集会場でのね圭一の演説でございます。まあ、ここも大筋は同じだったんでございますけども、よりね他のメンバーもこう絡んだ形に変更されておりましてですね、まあ、旧作だとねこの圭一のこう大立ち回りがこう目立っておりましたけどもね、これによって他のメンバーもですねこう里子のために頑張ってんだぜってのはですね、今回より伝わったわけでございまして、また旧作だとねこの圭一のですねおう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 といったですね威勢の良さが目立っておりましたけどもね、このよりも最後にこう頭を下げたことによって、まあ、ただの失礼なやつじゃない仲間のために動いてるんだというね、まあ、誠意がね、より伝わってきたわけでございましてですね、まあ、他のメンバーだけでなくてですね圭一もさらに旧作からですね株を上げてきたぜと。そして村長を説得してですねラスボスお龍がゴーでついに初登場でございますね。渡玉支編ではですね、村長とともに名前だけは出ておりましたけどもね、そしてこの旧作よりもこの怖さのね迫力ね倍率ドンというわけでございまして、あと方言きつすぎて何と言ってるかねわからないとも倍率ドンでございましたけどね、私のがその場にいたなんてとかですねちょっとね何度も聞き返しちゃいそうなね、シーンだったんでございますけども、そんなお龍のこのラスボス感がパワーアップしたからこそですね、まあ、それに立ち向かうこの圭一の里子への思いもね、倍率ドンというわけでございましてですね、今回の圭一株上げまくるわ。逆にですねどうしたその先姉妹とですね言いたいのがこのシーンでもございました。これ旧作の時からずっと思ってたんでございますけども、自分家のね家の問題なんだからここはお前ら2人がメイン張れよと思ったわけでございます。この GO では張ってくるのかなと思ったら張らないしという具合でございましてですね、まあもちろんね旧作と比べるとまあこのシーンも他のキャラのね頑張りが目立ってねこの2人も頑張っておりましたけれどですね、君ら2人はですね本来メイン張るぐらい頑張らないとダメだろうというわけでございます。特にこのシオンさんでございますよ、この前回イカれるヤンキー姉ちゃんのようにこう荒ぶっていたんでございますけどね、お料理一括されて見入ってんじゃないよという具合でございますけどね、今回こそね前回のような感じにならんかい、あんたらが助けられたらあたいがてっぺんやるよ、邪魔するんだって言うんだったらまずあんたからだよみたいなですね、単価切ってもよかろうもんというね具合なんでございますけどね、ちょっとですね爪剥がされたぐらいで見入ってんじゃないよという具合でございます。まあこの世界線でね、まあ、爪を剥がされてるかどうかは分かりませんけれども、そしてですね、私が同じ立場だったらもちろんビビるけどねと。そして
校長先生に続いて佐野崎家のお父さんもいないよっていうことでございましてですね、まあ、お寮のセリフは物騒な部分がカットされておりましたしね、このご時世に合わせてちょっと裏世界とのつながりを明確に描写しないようにしてるんでございましょうか、まあ、お父さんまんま組長だったしねというわけでございます、もしかしてですね、校長先生はあの見た目がいかついという理由でカットされたのかもしれないという、ね、疑惑が生まれてきたわけでございます、そしてですねこのゴーではお父さん出ないんだったらね、あかねはワンチャン未亡人設定もあるかもしれないよと。さらにケイチはミオンだけじゃなくてですね、シオンとアカネ、目は未亡人だったのでございますけどね、この二人のフラグも立ったよというわけでございましてですね、小学生のねこのねサトコとの仲を疑われて、ね、ミオンが必死にこう弁解するねというのもねどうかと思うんでございますが、年の差あるだろうと思うんでございますけどね、どんだけね、ケイチのこと好きなんだよ、そしてですねこういう時ねレーナは余裕よねと思うとご同時にですね、そしてですねこのアカネとシオンのフラグも立ったということでございましてですね、まあゴーではですねワンチャンダブルね親子丼もあるかもしれないということでございますけどね、ダブル親子丼っていうかわかんないけど、そしてねリカちゃんでございますね、まあ、コメントの方では皆殺しの記憶はないというね意見もないくつかあったんでございますけども、この今回の圭一とのラストはですね、まあ、知っていないとできないやり取りが行われたわけでございまして、まあ、圭一のですね運命なんて言葉というねセリフですね、皆殺し編で圭一がねリカちゃんに言った言葉でございまして、そしてですねそれをね分かってるとですね遮ったということはですね、まあ、皆殺しへのやっぱラスト以外の記憶はあるのか、まあ、少なくともですねなくてもまあ羽生から詳しくね聞いてね、知っていないとまあできないねこの二人のやり取りというわけでございます。さあ今回もいくつかちょっと違う点がありましたけど、まあほぼほぼ皆殺し編と同じ流れだったとですね、逆に気になるのがこの旧作にはなかったこの冒頭のシーンでございます。まあ綺麗なね鉄平説は置いといてですね、ここには何か今後の伏線があるんじゃないかなとね、考察したいわけでございます。まあこの土地神にあるね地蔵を転がすということは、まあ、お社様をこう地に落とすとかですね、もしくはこう新たな神が成り変わるというね意味なんかもあるんでございましょうか、もしくはですねその後のこう老人たちのセリフの方、北条家にただりがあると言ってたことからですね、まあ、北条 VS このお社様というねフラグなんでございましょうか、まあ、つまりですね里子黒幕を暗に示す伏線だったんでございましょうか。さあですね次回こそね大きく動いてその答えをね出してほしいわけでございます。そしてですね里子に関しましてはねちょっともう一本ですね別にね、次回が始まる前に動画をね出したいと思います。はい、ということでね、今回の話をまとめるとですねほぼほぼ皆殺し編でありながらですね、まあ、地蔵とかあとリカちゃんの様子、そしてミオンがですね霊な読みなど、まあ、随所におかしな部分も散りばめられていたよということでですね、次回この伏線の全てがね回収されるんでございましょうか。そして圭一はね里子を救い、そしてですねその先のねダブル親子丼を成功させることはできるんでございましょうか。全ては次回次第ということでね、こういったアニメやね漫画をより楽しむための動画を随時上げております。チャンネル登録もしくはですねグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。